恋愛力強化バラエティー恋とか愛とかカッコ仮、今日深夜0時15分放送。どうも、恋愛マエストロラフレクランの西村です。エッセイストの犬山神子です。はい、皆さん、はい、またまた新エピソードが始まりまして、はい、今回のテーマが意識高い系の女。そうなんですよ、番組全体でね、これ意識高い系女をね、ディスってますよ、これ。ディスってますよ。ただね、今までに出てきたことないキャラでしてね。そう、女も男もね。あ、確かに。あ、そうだ、サイネファン必見。見たことないサイネさんがいますから。そうなんですよ、絶対。エピソード14、意識高い系な女。再確認しました。というわけで、広告代理店で働くのりこは仕事を完璧にこなすキャリアウーマン。俺じゃダメかな。はい、告白されることも日常茶飯事。しかし、なんなら子供だけ欲しい感じ。結婚も認知もいらんけん、いい DNA だけ欲しいよね。のりこは自分と釣り合う男としか付き合わない意識高い系な女だった。友人のゆかと食事をしている時に出会った弁護士の兄一郎とカメラマンの卵の弟二郎。果たして4人が繰り広げる恋の物語とは。私顔 NG なんで。今日深夜15分からは恋とか愛とかかっこかり、お見逃しなく。